によなようにして、その僕らが考えている固定観念をぶち壊すことはできるかもしれないんだけれど、ちょっと今日はこっち行けませんね。これも終わらなかったよ。ちょっとだけこっちだけど、すみません。これ次にやるかな。じゃあ要するに生と死だよ。生、まあ、その後出てくるのは、まあ、今日ちょっとやってないですけど、生は生、生が全起源を生きてる時は生きてるだけと、うん、生と死の問題というのは非常に簡単です。これはまあ死ぬのは嫌ですよね。この前病気して本当はあれだな、このまま死ぬのかなと思って、さっきも話してましたけど、死ぬとなるといろいろ身辺整理しなきゃいけない、ね、そうすると面倒くさいなと思って、生きるのも面倒くさい、死ぬのも面倒くさいと、不愉快だろなんかムッとしてたんですよ。死ぬのもまあいいんだけど、やっぱ苦しいのは嫌だね。そうあれでインターネットなんか見てさ、すごく苦しそうだからさ、嫌だなと思って。まあいいや、それで、生と死をね、我々は対立して見ちゃうんだよ。生と死が同時にあるように見えちゃうんだな。こういうふうに写真で、こうやって、なんだっけ、送り人じゃないけど、死んだ人をここにこう寝てると、お通夜かなんかでね。それで、こう生きてる人はこう。でこう見るとこの一つの写真から、これは死、これは生、こうやって分けちゃうな。でこの二つは生と死が対立してるように見える。で生から死へ向かう。この生がさっきで言うと滝木ね、滝木、これが肺、これからこれへ移行する。だから生があり死があって、ここの2つが対立してるんだな。ところがいいですか、一方の見方をすると、写真に写ってる時限りはね、ただ写真に写ってるだけだよね。これから抽象して生と死っていうものを分けて、そしてこの2つがあると、同時にあると、こうやって見てるわけよ。で、この対立関係で見て、そして生は好ましいものであり、死ぬのは嫌なものであると。死から逃げて生に行こうと。こういうふうになっちゃってる。これが思考過程であるんだよ。だけど、一方で言うと、さっきも言ったように、これ写真に写ったら別に、ただ写真機は何もそんな分別ないから。死んだ人は死んだ人でそのまんま写すし、生きてる人は生きてる人でそのまんま写すと、こういうこと。それでということはどういうことか、ということとはっていうか、だからこの生と死っていうのをの分別をなくした時、これはただあるがままなの。この全体を生といえば生ばかりなの。ここに死はないの。それは頭をひねるから生と死が生まれちゃう。で、死といえばこれ全体が死なの。それをじゃあもっと別の言い方すると、まあ、さっき速根しかないですね。で、生の敵って何ですよ。要するに生まれるだよね。新しいよ。そういう感じでしょ。新しくこうなる。で、死っていうのは、まあ死ぬんだな。終わりだ。そうすると速根しかないって言った時に、どういう性質があるかって言ったら、速根っていうのは過去の終わりでしょ。そして同時に未来が生まれるところで、だから速根っていうのは生と死が含まれてる。速根っていうのはだから生だって言えば新しいものがいつも生まれてる、クリエイト、クリエーション。
で別の言い方すると新しいものが生まれるってことは古いものが死んでるってこと、正義死なね、実際は。だからなんだっけ、僕は本当は知らないんですけど、ヒンズー教であるよね、なんだっけ、破壊のシバ神、なんかそれと創造のなんだっけ、忘れちゃった、ビシヌ神か、なんかありますよね、そういうの。だからあれはだからこういうことなんだろうな、多分こういうことの何つうのメタファーっていうか、その表してるんでしょうね。だから破壊っていうのが別に悪いわけじゃなくて、常に破壊されてるわけよ。それで新しいものがいつも生まれてる。だからこの2つは不可分なんだよ。この不可分なものを我々は対立すると見て、そして生に執着し死を嫌う。要するに無理なことをやってるわけよ。だけども今のね、最新のその遺伝子だとか何だとかっていう中にはさ、やっぱり一因とするものが働いているっていうわけよ、その我々の命の中に。だから一因つって、ね、同期ですかなんかのやつ、利己的遺伝子とかそういうやつ。いやいや、そうじゃなくて、その我々がこう常に生きようとし、誰も死ぬという形で生きてるわけじゃないでしょ。やっぱり生きたいという形で。だから生きる欲望があるってことですね。生きようとするって、で体もそうやってやる、それはそうですよ。だからその死というのをこの切り離してね、考えていないわけよ。一緒に取り込んでね、考えていないわけよ。だけど事実はそうなんだよ。それを死というもので抽象化しちゃってるから。だからうちのウサギなんか死を怖がってないよ、抽象化しちゃってるから。じゃあ人間だけなの。人間だけだ。抽象化しなきゃ起きないの。それはね、人間の脳がそうさせているとは限らないよね。いや、死を怖がるなんてことはない。死の概念がない。それはやっぱり分別がなきゃ生まれないもん。だって人間の遺伝子だとかさ、それは風邪ひきゃ治るようにできてるよ、それはそうだけど、要するにさ、死の問題って存在しない。死ぬのが怖いって泣いてる犬なんかいないじゃん。だけど遺伝子レベルでね、やっぱり一因と、だからそれはメカニズムとしてはあるっつってだけど、我々こうやって生と死を分けはしないっつってるの。だから体はそれは一生懸命健康になろうとしてますよ。それはそれで全然何の問題もない。だけど我々は生と死っていうのを概念として分けちゃうじゃん。ここからここが生で、ここからここが死だって。それでその境目どうしようかって、心臓が止まったことにしようかって、脳みそがおかしくなっちゃったことにしようか、時にしようかとかさ、延命治療はどうするんだとかさ、そういう議論になっちゃうわけ。要するに生と死なんていうのはなだらかなもんだから、だから切りようがないのにそこに切れ目を入れようとするわけ。そうするとだからいつも矛盾が起きちゃうんだよ。だから概念としての生と死の話でさ、これは概念ですか。脳みそが作り上げる生と死で、それで脳みそが作り上げた生と死という意味でこう考えていっても、生イコール死になる。それを我々はそのうちの片っぽだけに執着をすると。概念でない生と死っていう場合は、それは現象面としてそれはそうだよ。冷たくなるとかさ、心臓が止まるとかさ、それはそれであるんだよ。やっぱりこうどの人もどの生物も一因としてる、その働きが何かあるんでしょう。だからそれは体は生きようとしてるし、本能としても生きようとするんだよ。それは全然あれおかしいことじゃないし、だから人間がまだ生きてるんだ。そう、行きたくなかったらもう滅亡してるよ。それは別に何のおかしいことはない。